こう自然に活を入れられてるみたいな、それで逆に自分がこうどんどん生かされていくみたいな。本当なんかちょっと遠い次元に行っちゃったんじゃないかみたいな。そのこの専攻に入って知らない世界に足を踏み入れてみるみたいな。その源泉がどこにあるのかってことを真剣に考える。この場所を選んだ理由がすごい気になってて、はい、なんかこだわりがあったりとかってするんですか？いや、まずその美術大学でこんなものがあるとこは空き瓶ぐらいしかないと思いますよ。これ秋田の人形道祖神ですよね。まあ、これを見てわかるように、秋田の地がここに全部象徴されてるような気が。あ、なんか雰囲気がってことですか？雰囲気だけじゃなくて、まあ、記憶とかそういうものも含めて、まあ、伝統とか、まあ、自然もそうだし、それからこの地の人たちがこう信仰してきたそういう精神的なものとか、あるいはこういったものを作っていく技術も含めて、何かこう生きていく上で必要とされるものが全て、まあ、ここに凝縮されている。道祖神が学生たちをこう常に見守りながら、まあ、そういういろんなことが起こっていくっていう、これはやはり他の美術大学にはないことだと。ああ、秋日ならではですね。秋日ならではですね、うん、やはり秋田はこの道祖神もそうですけれども、やはり地域文化がものすごく豊かなところで、そこで、まあ、想像することを考えてみる、まあ、こんなにワイルドな環境に囲まれている美術大学もなかなかないと思いますよ。自然に囲まれているって言ってもちょっとその次元が違うんですよね。なんかこう自然に活を入れられてるみたいな、それで逆に自分がこうどんどん生かされていくみたいな、つまり家畜化されてた精神がこう野生化していくみたいな。なるほど。じゃあ先生は今までなんかどういう感じの制作をされてきたんですか？僕は、まあ、身体表現であるとか、あるいは映像や音響を使った、まあ、インスタレーション作品とか。この秋田の地というのは身体表現を考える上でもものすごい重要な場所、日本における、まあ、身体表現を考えるときに必ず、まあ、ここから始めなきゃいけないんじゃないかっていうふうに僕は思ってるぐらいなんです。まず僕が一番興味があるのは、土方辰巳っていう暗黒舞踏の創始者のふるさとであるってことですね。土方辰巳はやはり身体表現あるいは舞台芸術の分野において、うん、本当にこう革新的な重要な仕事をした人で、で、まあ、世界的にもものすごく評価され尊敬されている人なんですけれども、なぜ秋田から土方辰巳のような表現が生まれたのかということであるとか、もう一つ、秋田は日本で一番無形文化財が多いところですよね。まあ、なまはげなんかはすごい有名じゃないですか。そうですね。で、まあ、形のない、つまりいわゆる、石でできた彫刻みたいなことではなくて、はい、人間の体や、時間や、あるいはそこと関わる、うん、いろんなこう精神のようなもの、それがやはり伝統的に受け継がれてきていて、でそういう風土がやはり、まあ、土方辰巳のような現代の、はい、芸術家の作品と多分つながってると思うんですよ。なんであんなものが生まれたんだろうっていうことを、まあ、自分がここに身を置くことで気づきを得たいみたいな。体はもう常に世界を五感で感じてるわけですよ。だからその身体表現って言った時に、単に実は体で表現アウトプットしてるだけじゃなくて、同時にその表現をしてる瞬間もインプットは常に起きてるんだけれども、でもちろん体で感じるだけではなくて、ノートを書いたでしょ。あ、書きました、うん、あれはすごく大事だと思います。つまり体で感じている、まあ、感覚的なことを言葉にしてノートに残していく、でそれを客観的に自分でもう一度振り返って分析してみる、
でそれを繰り返すことによって表現者としての基礎体力がついてくるっていうこと。なんかフィールドノートとかって授業で作った時も その結果できた作品っていうよりはそのノートを提出してねみたいな感じで、そのなんか生々しい失敗した痕跡とか、なんかそういうのを先生が一番見たがってるなっていうのを感じたので、過程が大事っていうのはすごいしっくりきますね。でそのアウトプットとしての、まあ、結果としての表現ももちろん大事なんですよ、はい、それもちろんアーツ&ルーツ専攻でも作品を作るし、その作品を人に見せて、もっと言うと自分の表現を社会化させていくということを実践していくんだけれども、アーツ&ルーツで一番大切なのは結果としての表現よりも、実は表現が表現に至るまでのプロセス、そこをものすごく大事にしてるんです。でそれはやはり作り手が作ったものから自然に現れてきてるものがそこにあるってことだと思うんですよね。まあ意図的に表すにせよ、自然に何かが現れてくるにせよ、やはりそこには源泉が必要だと思うんですよ。源泉ですか、うん、それだって何かが表に現れてきたり表したりするときに、その元になる源泉がないと現れてこないじゃない。アーツルーツって課題がないっていうふうに聞いてるんですけど、あ、どういうことなんですか？課題がないわけではなくて、はい、その例えば1年間に3回4回みたいな感じで、はい、あの展覧会展覧を開かなきゃいけないんですよ、はい、だから5月とか6月に1回と、うん、夏7月とか8月に1回、あ、その展覧会に出展することが課題、そうそうそうみたいな感じなんですね。おのおのの興味に関心に付随して、はい、作品を制作というか、あのずっとリサーチをして思考を深めていくっていう感じになって、でその中でその疑問が出たら、あのプレセッションって言って先生に、はい、質問しに行ったりすることができる感じで、本当に時間の使い方とかも自分で決められるので、はい、去年1年間は私は結構県外旅をしながら、あ、すごいですね、リサーチをして、はい、私は自分 の姿勢感とか、はい、そういうものからちょっとこう作品を作るんですけど、その時に他のところに行った経験がからインスピレーションを受けて作品を制作するっていう。アーツルーツってなんかみんな野生児みたいな話聞いたことあって、生きていくパワーはすごいあると思って。そうですよね。でもここに入るまで私もそんな こういう将来を描くとは思ってなくて、はい、そうだったんですか。いや、めっちゃ真面目な、まあ、真面目だからこそあの、はい、いろんなところに顔を出してたりとかはしたんですけど、でもなんかこういい塩梅に手を抜いてみるとか、うん、本当にこう好きなことにだけ没頭してみるとか、知らない世界に足を組み入れてみるみたいな、はい、そうアーツルーツってトーテムを決めるんですよ、はい、入った時にあの学年のテーマみたいな。そうです、トーテムポールって、私たちはタツノオトシゴがトーテムなんですけど、はい、どういった意味なんですか。タツノオトシゴは結構その海の中を漂っている、その浮遊しているっていうのが自分たちに似てるんじゃないかっていうのと、 あとはそのすごく小さいんだけど、でもかなりなんか可能性を秘めている生物だったっていう理由とか、はい、つけた時はそんなに、はい、夏の年号みたいな感じなんだけど、あ、ふわっとした感じで、そうそう、はい、でもあの本当に1年2年通すと、うん、らしくなってくるんですよ。自由って、はい、あの大変な時ももちろんあって、自由だからこそ何していいか分かんないとか、はい、自分で見つけなきゃいけないっていうところがあるので、本当にもがいてる、あの学生一人一人が自分が本当にやりたいことは何だろうとか、なんかその方向性だったりとか、なんかそこをすごく考えさせられる。なんか自分には本当に全くない感性とか持ってる人たちが、なんかそこからさらに突き進んで、なんか本当なんかちょっと遠い次元にいっちゃったんじゃないかみたいな感じる時とかもあって、なんかアーツ&ルーツってなんか不思議な人が集まったりするのかなみたいな思ったりもしてたんですよね。まあ多分
自分のそうですね源泉を掘り下げていくと不思議な人になっていくのかもしれない。だから何かを作る時の、まあ、作り方って、例えば絵の描き方、デッサンの描き方とか彫刻の作り方とか、あるいはそれこそ映像の撮影の仕方とか、技法って必ずあるけれども、もちろんそれも大学では勉強しますけれども、それだけじゃなくて、うん、表現をする時のそのルーツをどう見つけるのか、見つけたならそれをどうより、自分の中に深めていき、もっと広げていくことができるのか、でそれをまあ学ぶのがアーツ&ルーツ、うん、何もないところからやはりこう現れてこないと思うんですよ。ああ、そうですね、うん、その源泉がどこにあるのかってことを真剣に考えるっていうのがアーツ&ルーツ。